ビジャイペクエンはアルゼンチンのブエノスアイレス州にある廃墟の村。エペクエンコ畔の観光地として繁栄したが、1985年に水没して放棄された。ビジャイペクエンはブエノスアイレスの南西 600km に位置するエインコ、エペクエンコのほとりに位置する。カルーエシからは北へ約 7km、エペクエンコの東岸に廃墟の町が広がっている。ビジャイペクエンは 1920年代初めに開発された観光の街である。エペクエン湖の塩水には治癒の効果があると考えられており、塩水をクリゾー土地として観光客を引き付けたのである。まもなく、ブエノスアイレスとの間は、鉄道で結ばれるようになった。サルミエント鉄道がラーゴエペクエン駅に、また、ミッドランド鉄道とスド鉄道は、付近のカルエ駅に旅客を運んでいた。 町の繁栄の頂点は1970年代であった。1950年代から1970年代まで、11月から3月に、かけての時期には2万5千人の観光客が訪れ、ロッジやゲストハウス、ホテル、商店など280に上る企業があった。1985年の水没時、ビライペクエンの人口は約1500人で、5000人以上の旅行者を、 受け入れる能力があった。気候変動によって、この地域には大量の雨が降るようになった。1985年11月10日、湖水は町を守る堤防を越え、町は水没した。居住することはできなくなり、その後再建されることもなかった。その後も水位は徐々に上昇し、最も深い時期には、町は10メートルの港底に沈んでいた。 その後の気候の変化によって水位は低下し、2009年には水没していた街が再び現れるようになった。この街には今日、ただ一人の住民であるパブロ・ノバクが暮らしている。ノバクは街を25年間覆っていた水が引いた2009年に自宅に戻った。2013年に制作されたドキュメンタリーパブロ・エスビーラは街とパブロ・ノバクの生活を記録している。 またこの街は2014年5月にリリースされたトライアルサイクリストのダニー・マッカスキルを特集した映像作品100円によっても紹介された。ビラエペクエ円の水没に関するカテゴリー。ありがとうございます。